皆さんこんにちは。今回は恵那駅周辺を散策していきたいと思います。恵那駅と言いますと、名古屋駅から大体1時間半ぐらいで来れます。今回の散策テーマとしますと、こちらになりますけども、現在がこのピンクの丸の部分にいます。恵那駅周辺すごいポケストップ多いんですよね。だから全部は多分回りきれないと思います。まあ、ジムが多く市街地の道が平坦なので、よく伝説レイドバトルを目的に来ていました。歩きやすいから集まるんですよね。案内看板ですね。なぜサンダルが置かれてるんですかね。今回はだいたいこの赤線の道を通りました。駅降りてこちら歩くとバスターミナルや明知鉄道の駅となります。自転車がレンタルできるみたいです。予約はスマホアプリとなります。道が平坦なので自転車を借りて移動するということは結構有効だと思います。それでは街を散策していきます。外が暑かったので涼み肉に良さそうです。あいにく曇り空でした。こちらが中山道ということですね。公衆電話がありました。なんかレトロな雰囲気漂ってます。広場を見つけました。ベンチやトイレがあって休憩に良さそうです。恵那市街と広場のマップがありました。では広場を見て回りましょう。恵那駅近くでもこんなおしゃれな場所があったんですね。普段車移動ばかりだったので歩くことなかったので新しい発見です。先ほどの交差点の反対側の中山道です。こちらのパネルありますけども、こちらポケストップとなってます。この歩道に違和感なく神社が建てられてますね。こちらの美術館で浮世絵が見られるそうです。そしてポケストップです。駅近くのバローです。こちら学生さんも大勢利用されます。こちらがバローのラインナップとなっております。100円ショップとかいろいろありますね。こちらがバローの屋上から見た景色となっております。駅周辺はお店や住宅が密集している感じです。こうして見ると広いので、ここから先は車でポケストップとジム巡りをしていきます。まずはこの地点ですが、ここはバローのすぐ近くです。まずはこちら住友生命さんです。こちら特別なレイドバトルのジムとなっております。そしてこちらを少し歩きますと、こちらもポケストップとなっております。どんな感じの公園なのか見に行ってみましょう。芝生や遊具とおしゃれな場所ですね。水遊びが気持ちよさそうです。近くにキリスト教会があります。こちらポケストップですけど、昔はジムでした。空が晴れてきました。今度はバローからこちら側を通ってみます。こちら歩いた先には郵便局があります。
今はポケストップですが、昔はレードをやってました。そしてポケストップのファミリーマートです。敷地内に入らなくても外側からポケストップ引っかかります。見にくいですが、こちらのピカチュウの自販機がジムとなっております。マップはこんな感じです。そしてこちらエディオンの駐車場に移動してまいりました。こちらもよくレイドバトルのスポットとなっております。まずはジムであるソフトバンクです。そしてすぐ近くにパスタ専門店のミムラがあります。こちらメガミートというめちゃくちゃ量の多いパスタのメニューがあります。こちらもポケストップだったので紹介します。昔メガミート食べましたが、めちゃくちゃしんどかったです。ポケモン GO ではこんな感じです。続きましてこちらへ移動してきました。こちらの公園は特別なレイドバトルのスポットとなっております。そしてこちらのお店はポケストップです。ポケモン GO のマップではこんな感じです。こちら電気自動車充電できます。こちらの駐車場に移動してきましたが、こちらもよく人が集まります。ポケストップとジムが多いですからね。では少し歩いていきます。こちらの機関車がなんと特別なレイドバトルのスポットとなっております。もうすごい大迫力ですね。エナイキ以外にも自転車レンタルがありました。こちらの図書館も特別なレイドバトルの会場です。そしてこちらの図書館の敷地内には隣におしゃれな広場があります。隣の広場もポケストップとなっております。ジムではないです。続きましてメガドンキホーテユニエナ店へ移動しました。こちらもレイドバトルの会場です。この近くを歩くとポケストップがあります。この画面に見えてるこの牛さんがポケストップとなっております。そして最後のポイントになりますが、こちらもうレイドバトルのスポットの塊ですね。まずはこの吉野家、そしてこちらのファミリーマートと2つ重なっております。そして近くを歩くと阿儀川公園があります。こちらの駐車場も時間になるとすごい人が集まるんですよね。まあ、こちらの石碑がジムですからね。公園の敷地を少し歩いてますけど、またのどかな場所ですね。この先歩きますと石碑が見えます。この石碑もまた特別なレイドバトルのジムとなっております。そしてさらに公園を歩いていきますと、また石碑がありまして、こちらの石碑が特別なレイドバトルとなっております。久しぶりにがっつり初心を思い出して撮影しました。自分の中では今回の動画が一番ポケモン GO に絡める動画だと思いました。いつも視聴していただいている方には感謝しております。撮影日時点で登録者が70人までになりました。これからも頑張って動画作っていきます。よろしくお願いします。